ダイアン・キャノンはアメリカ合衆国の女優。これまでに3度アカデミー賞のノミネートを受けている。ワシントン州タコマ出身。バプテストに属する父とユダヤ系の母の間に生まれる。母クレールポートノイは、ロシアからの移民である。高校はウェストシアトル高校に通った。ボブキャロルテッドアリス、天国から来たチャンピオンで2度にわたりアカデミー。 女演女優賞ノミネートを受けている。加えて、ナンバーワンでは制作、監督、脚本、編集を手掛け、アカデミー賞ノミネートを受けた女優として、史上初めてのアカデミー短編実写映画賞にノミネートされた。最近の活動では、人気ドラマ、アリー・マイ・ラブに、準レギュラー出演していたことで知られる。私生活においては1965年7月22日に、 ケイリー・グラントと結婚。娘、ジェニファーを儲けるが18ヶ月で別居に至り、1968年3月21日付で離婚が成立した。また、ロサンゼルス・レイカーズのファンとしても有名である。実際の試合では、コートサイドにて観戦するキャノンの姿を頻繁に見ることができる上、ビバリー・ヒルズ高校白書第三シーズン中にある、レイカーズの試合シーンでは、 群衆に紛れて、亀を出演した。ありがとうございます。